こんにちは、こんばんは、石井です。本編であったんですけれども、みんながね、この部屋に来ると、鼻がどうしても爆発してしまうというですね、奇病に、襲われているということで、まあその原因のね、一つに、この家の、埃がすごいんじゃないかっていう声があります。まあ、本当にこれはガセなんですけれども、まあ、一応ね、これを綺麗にこの部屋をした状態で次回撮影を迎えて、それでも、鼻が爆発するようだったらこれガセということを証明できますから、私としてもですね、掃除をしていこうということになって、今一人で、撮影をしております。まあいろいろ今、45秒ぐらい、50秒ぐらい、一人で喋りましたけれども、要はですね、大掃除するぞっていう動画です。まあ、ちょっと撮り方がちょっとね、これで合ってるか分かんないんですけど、とりあえず、まあ、定点で僕が掃除していく様子を映しながら、まあ、ちょっと、例えばキッチン周りであったりとか、お風呂に関しては、ちょっとこう、僕が逆に外カメを回してね、今の現状を一回見せて、そして、まあ、ビフォーアフターみたいなものを見せれればいいかなと思っております。もうあえてというか、もう本当、今日が何日かな。10月25日ですね。先ほど帰ってきてですね、そのまんまの状態で、なんていうか、新しくこう、手を加えることはなく撮影していますんで、ちょっとね、やってきます。まあ、ちなみに一応ね、まあ、いろんなゴミが出るでしょうから、この大きめのゴミ袋と、あとなんか縛って出すものあるかなと思って、こう荷造り用の紐ね。で、あとはま、キッチン周りがとにかく汚いんで、まあ、ちょっと一応キッチンのこのハイターみたいなもの。うんと、あと一応洗剤をつける用のスポンジ買ってきました。はい。あとまあ、掃除しようかなと思って。うん。他、こういうとこも結構、今日は大掃除ということでガッツリ掃除するのでね、口の中も掃除しようかなと思ってね、舌ブラシも買ってきました。はい。今日は部屋も、お口も綺麗にしていきたいなと思います。はい。じゃあ、始めーと。いうことで。まあ、一旦のプランは、とにかく僕の家は物が多いんです。本当に、大家族ぐらい物があるんで、特に服、すごいんですよ。まあ、ちょっと一回部屋移そうかな。うん。ちょっとごめんなさい。一回部屋移そう。現状ということで。まずね。まあ、リビングって言っていいのかな?こういう感じです。ね。机と。あ、これ無理だ。どうしよう、これ。こういう感じでね。ベッド。うん。汚いですね。まあね。あと、まあ、一番の難関はここだと思います。ここ。あら!ね。汚い度合いで笑ってこう。うん。まあまあ、この辺は、まあ、全然、受けないですね。受けない、この辺は。全然面白くない。まあまあ、ちょっと、ここでしょうね、問題はね。ここにめちゃくちゃ物があるんで、これとりあえずどうするかっていうのと、あとまあ、皆さんちょっと驚いてほしい、これは。うん。このね、クローゼットの中ね。うん。こうなんかパッて見ると、なんもないじゃないですか。ね、なんもないんですけど。ですよ。鎌倉作れそうだね。そんぐらい積もってるわ。鎌倉が作れそう。うん。まあ、これですね。まあ、結構捨ててきます、今日、服は。はい。で、まあ、こうね、ここにウェハースがあったり、まあ、ここにペットボトルね。まあ、これとかね。うん、絶対ケムちゃんの、とかね。あと、絶対テッセイさんのとかもありますけど。まあ、こういうものと捨てて。あと、まあ、ここ。うん。まあ、ここも、まあ、片付けて。まあ、あと、ここでしょうな。ここ。うん。まあ、本が単純に積んであるとこ。まあ、ここも片付けて。あと、まあ、パイの実ね。雑多に置いてあるパイの実。片付けて。で、あと、まあ、ここね。机。うん。これが物がとにかく多い。これ片付けて。まあ、これとか洗濯干しちゃうんですけど、今。あとは、まあ、あとは、ま、ここでしょうな。ここ。もう見てください。ここがやっぱり。まずいよね。本当に。
ピーク時の吉野家でもこんなに汚くなるでしょうね。すごい汚いんで、ここと。まあ、あとは、まあ、皆さん前回の普通の動画では見せなかったけど、ここね。服がすごいのよ。服が。まあ、ちょうどこれで衣替えもしちゃおうかな、なんていう感じで。はい。あと、ま、こんな感じになってますね。はい。こんな感じになってます。これちょっと全部やっていきたいと思います。はい。じゃあ、まずは、床のものをなくす、机のものをなくすってところからやろうか。じゃあ、行ってみよう！ちょっとね、これ取り方が正しいかわかんないんですけど。これで、ま、一旦行こう。ま、ペットボトル。ペットボトルをとりあえずね、なくしましょう。ちょっとうるさいか。今ちょうど洗濯も回してて。まあちょっとマスクしてる理由は、ちょっと顔に今傷があってね、まあ次の撮影までには治るはずなんですけど、それをちょっと人様に見せれるような顔じゃないんです、ね、してます。ペットボトルをとりあえず一回全部捨てよう。よし。よし。ちょっとこれ全部は取れないかもな。ちょっと画角に収まりきらない気がしてきた。はい。はい、これもね、キャップとラベルは分けて、ペットボトルだけで一回やります。よいしょ。ちょっと、なんとか目標は2時間で終わらすこと。それが目標です。だし、全然黙る時間もあります。まあだから、これを皆さん見ている方はですね、一緒に部屋の掃除、これを機にね、してもらえればいいなと思います。まあ本当にみんなね、僕の家なんて日じゃないぐらい汚い人しか別荘なんて見てないと思うんで、ほんと君たち、掃除した方がいいぞ、部屋を。今が、今変われ、今僕と一緒に変わろう。はい。これね、3つ洗って、これね、捨てまーす。ね。はぁ。みんなってどんぐらいの頻度で掃除してんだろうな、普通の。常人たちは。普通の人間は。ここちょっとね、掃除がね、一回僕、こっち行きます。別荘の撮影があるから、さすがに、ちょっと綺麗にするかと思っていつもいるんです。動画を見てる方、びっくりしないでください。あれは僕なりに、ちょっと片付けた後なんですよ。だからみんなが来る1時間前ぐらいに起きて、1時間ぐらいちょっとパーッと片付けしながら、みんなを待ってるんです、僕って。だから結構あれは片付いてる方なんですね。よいしょ。うん、絶対ケムちゃんの。溜まってますね、いちごミルクが。なんか、ベルマークみたいなのあったんでしたっけ、いちごミルクって。いちごミルク10本集めたら、学校とか立つんでしたっけ。30リットルじゃやっぱちっちゃかったな。まあこの僕が住んでるところのいいところは、毎日ゴミを捨てられますね。ゴミの回収箱みたいなのがあるんで、いつでもこっちのタイミングでゴミを捨てていいというのがここのいいとこで、まあもちろんここに内見とかで住むにあたってやっぱ撮影とかもするから、ある程度防音ができている場所、建物っていうのももちろんそうだったんだけど、一個は僕なんてね、本当に自分を信用してないんで、まあまあ、ゴミね、溜まるだろうなと。いや、例えば月曜日燃えるゴミねと言われても、なんか捨てに行くの忘れて溜まってっちゃってとかが嫌だったんで、もう毎日ゴミ捨てれるっていうのは一個の結構大きい気がする。よいしょ。まあ、あと、お水。まあ、これはまだあるから。OK。
まあ、いったこんなもんか。これをもう全部映すのは無理ですね。諦めましょう。僕がね、iPhone12 ぐらいを持っていればね、広角カメラとかにして全部映ってたんだろうけど、僕は 10R だからさ。この辺でこうやって撮ろう。よし。どうしよっかな。どっから手つけようか。聞こえてる？みんな。ちょっと遠くなっちゃってるけど。捨てるもんないかもな、ここには。あ、ポケモンカード。これは名刺だね。名刺か。まあ名刺は捨てにくいな、ちょっと。ああ、ほら、俺の高校の同級生の結婚式でもらったやつとかがあるわ。ちょっとしまう場所を考えるとして捨てるものはないです、ここ。ゴミだけちょっと。ゴミ。こっちに移そう。はい、ここちょっと移そう。はい、ゴミ。僕はもっと寂しくなった君やっても。ポストにいい香り。出るうちに領収書ね。領収書たちと、これは一箇所にまとめとこう。まあ後でやるとして、机の下もね後でやるんですけど、まあ、一旦全部まとめとこう。水が多い。これは一旦こっちですね。一回ペットボトル、これも捨てます。ちょっと物が多いな。あ、これケムちゃんのだ。ケムちゃんこれいらないのかな。俺も噛んだから一緒でいいか。
税とか領収書とかお金のやつ一回ここにまとめよう。あ、これもいらないね。これもいらないね。あのさ、ペットボトルとさ、缶とかの分別あるじゃない。僕、時々こういう時の話するんだけどさ、あの、駅とかにもさ、ペットボトル、缶、瓶でさ、穴分かれてんだよね。でさ、ある日さ、俺、新宿駅の、その、まあ、ペットボトル、缶、瓶って分かれてるやつの穴覗いてみたらさ、奥でこうやって3段になってんだけどさ、全部同じゴミ箱に入るんだってさ。いえ、分別してもらうんだな、そっちが、と思って。結構あれは衝撃でしたね。まあ、ここか。あ、洗濯が終わった。お疲れ。まあ、ここか、普通に。大量にあるウェハース。どうしようか。あ、これは区のお知らせだ。あ、出てきた。みんな、さつまいも食う。うん。さつまいも。もらったんだよ、さつまいも。どうしよっかなと思って、これ。うん、これさ、今度このクッキングやろうとか言ってんだけど。さつまいも。あー、まずい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 。まずいまずいまずい、これ。ぐちゃぐちゃってなっちゃってるわ。お金関係だ、ここ。お金関係ここにぶち込んでたんだ。よいしょ。よいしょよいしょよいしょ。よし。これは、一個にまとめよう。さっきの袋で見たら。お金お金。あれどこだ、どこ行ったっけ。ああ、どこ行った。はい、これ2袋目ね。なんとか2時間で終わらせたいな。できるかな。
ライターが嘘みたいにあるな。これもね、油のオイル抜いてから捨てないといけないから、ちょっと一個まとめとこう、一箇所に。洗濯うん、いい匂い。これなんですぐ空気入っちゃうんだろうな。雑巾買ってくればよかった。ミスった。あ、そうだそうだ。いらない服で拭けばいいんだ。いらない服があるんだ。このね、ルフィシャツ。一回ね、あの視聴者プレゼントとか言ってたんですけど、ね、シミが結構あることに気づいてあげれないなと思ったんで、これもう捨てます。だから今日雑巾。あ、これな、これで、これで拭こう。これ床に落ちたやつは後でやるんで、一回もう上からやっていこう、順に。
めんなさい、 LINE が来てました。ワンチャン友達が来るかも。したら一緒に掃除してもらおう。サブチャンネルで僕の友達を紹介できるかも。全然そこはカットしちゃうかも。ごめんね、多分その友達からだから。全然違った、ごめん、別の友達からだった。あのね、空気清浄機を置いてほしいってね、メンバーに言われてまして、まあそれをね、今日この後見に行こうかなと思ってて、それを一緒に行く友達なんだけど、よし、OK、雑巾作れた。ホコリを取ろう一回ね、そのハウスダストがうんぬんって言われるから、このよし、ホコリを取ってこう。やべ、ホコリ塗りたくってる、意味わかんない時間になってる。よし、これ寝てる、かけたまま寝落ちしちゃって折れて壊れたメガネね。よし、よし、汚ねえな。なんでこの世にホコリってあるんだろうな、本当。まあでもその塵の塊が地球になったとかも言うし、感謝しとくか。よし、机の上はね、一旦綺麗にできてるか、できてねえか、まだ。これもここに置こう。これはコーヒーミル。これも帽子と本じゃ一旦ここ。元ある場所に戻していこう。
よしよしよ。まあこの紙袋ももういらないな。ちょっと一旦ね、一個一個やっていくからさ、洗面台系は洗面台に戻して、キッチン系はキッチンにまとめてってやってるから、一旦ね、ここをきれいにするっていうことだけ今やってるから、ちょっと待っててね。これも洗面台だな。この壊れたメガネはちょっと、スピーカーここ。リモコンここ。これはもう洗面台に持ってこい一回、ケムちゃんのだけど。ちょっとごめん、どかすわ。ちょっとごめんね。よし。一旦床は最後に全部まとめてクイックルワイパーをかけたいと思うんで、一旦終わり。はい、綺麗。これ落ちた M1。オッケー、机の上オッケー、はい、拍手。そしてじゃあどうしようか、キッチンを後回しにする、どうする、すっごい汚いけどキッチンどうする、みんな見て一旦キッチン見る、すごい、みんなダメだ、これダメだった、とりあえず段ボール捨てよね、意味わかんないから段ボールがこんなあんの。でもさ、これもさ、いつかさ、評議会とかで使えるかなとか思うと取っちゃうんだよね。でももう一回捨てよ、全部ね。その後は、その後考えよう、どうせ。どうにでもなるから。どうしようか、一回洗い物するか、一回ここの区画を終わらせようか、そうしよう、はい、じゃあ画角こっちにします、背中で語ります、よし、今ここの段ボール捨てましたんでね、ここなくなりました、寄せよ、ここを解放しよう、このエリアの解放運動やろう、このエリアの解放運動、で最後にここもハイターしますんでね、
ぐらいで掃除してるかな。まあでも物が多いっていうのが一番でさ、実はそんな俺が汚くないと思っちゃってるこの感覚が死んでんだろうな。まずでも俺実家からそうでさ、あのもしかしたらまだ動画あるかもしれないから見てみてほしいんだけどさ、俺がね当時の組んでた相方をね招待して実家に俺の部屋を見せるっていうね動画があるんだよ。俺それで一回こっち引っ越してきてから連絡あって、汚い部屋でなんかちょっとそのテレビの取材みたいなのがあるんですけど、石井さんちって OK ですかみたいなの来てさ、あーごめんなさい僕も出ちゃってるんですよねみたいな感じのこともあったぐらい汚かったっすね。それに比べたらもうここなんてすごい綺麗だからさ、俺はすごいここちょうどいい、この綺麗すぎると気使わせるけどこんぐらいのがいいだろうと思ったんだけどさ、一回ね別荘関係なくここでこうなんかタコパしたことがあったのよ友達たちと。その時にさ、まあその友達は初めてここに来たんだけど、その石井って一人暮らししてんなーって言われて、なんだそれっつって、一人暮らしそれはしてるだろうって言ったら、いやーこんなに汚いのやっぱ一人暮らししてるよなーって、汚かったらしいねやっぱ、そのリアルな汚さ、その男一人が住んでたらこうなるなみたいな、だから女の子とかと同棲したらこうはならんから、なんか一人暮らしって感じだよなーみたいなこと言われて、そこで結構いや汚いんだこの家と思って、なんか最近さスポンジもさ雑菌の温床だから、なんかさシリコンのやつ流行ってるじゃん、この洗剤のね、あの食器洗いのスポンジで、俺もさ使ったことあるけどさ、あれ泡立たなすぎない？みんなあれどういうあれでやってんだろう、俺のやり方が間違ってんのかな、なんか洗えてる感じしないんだよな。最後にピカピカになった家を見せてみんなに褒められるんだ、よく頑張りましたねって言われるんだ。あ、そっか俺マナーモードにしてるっけな、友達の連絡が取れないかも。あれ、そこはポッピーに入れてんだ、バカだねー、バカだねー。
ちょっと一回止めるね。今電話しなきゃいけないことが発生してます。ごめん、電話終わった。続きやる。さっき言ってた友達が多分来ますね。で、一応今掃除してて動画撮ってるよっていうことだけ伝えてあるんで、ちょっと友達が入ってくると思います。もしかしたらこの掃除動画の中ではそこの部分は切ってかもしれないからわかんないけど、一応わかんない、どうなるかは。ちょっとここだけ終わらせて、あとは掃除手伝ってもらおうかな。一回これでここのやつを拭いて棚にあげよう。ここをよし、まあ、始めちゃえばね楽なんだけどね、掃除も。いや、これ動画として大丈夫か、これ。俺が黙々と顔も映らず掃除してるっていうのは、みんなやっぱ別荘って俺の顔見たくて見てるとかあるもんな。そうだよな。僕も作れたもんね、だけどあまり美味しくない、気が付くたのなら文句も思い切りいい。おなら、おっしゃー、ナイスおなら。一緒にいる時は窮屈に思えるけど、やっと自由を手に入れた、僕はもっと寂しくなった、二人で出せなかった答えは今度出会える、君の知らないられ方見つけてみせるから。ごめん、ちょっとうんこしてくる。ごめんなさい、うんちもしました。意外と初めてなのか、もしカメラに映るとしたら。別荘メンバー以外がカメラに映るっていうのは、あ、まあまあ、板橋のあれか、板橋ハウスの家行った時の竹内さんがいるか。まあだから聞いた。みんなさ、このさ、タッパーってどうやって管理してんの？形も違うしさ、これむずいんだけど、タッパーの管理。
あーやべ、ミスった。今俺さ黙ってたけど信じらんないもん見ちゃってさ、これ言うかすごい迷ってんだよね今。絶対引かないで、絶対引かないでほしいんだけど今炊飯器の内側のさ、なんて言えばいいのあれ、あの釜みたいなやつ洗ってさ炊飯器の中に入れたんだよ。でこの下のあのキッチンの下の扉開けたじゃん。したらさまあ、虫がいたんだけど、みんなが嫌いな方の虫がいてさ、これ固まったんだけど、よく見たら、死んでてさ、これは、知らず知らずのうちに、キッチンに来たそいつを殺してたのかな。いや、あんな生命力の強いあいつですら、このキッチンは耐えらんなかったのかなとかいろいろ考えてさ。で、なると、ちょっと待って、お前はどこを歩いてここに入ったとか。でも扉って結構ずっと閉めてたから、そもそもこの中にいたのかとか。なんかいろいろ考えてさ、全部が今嫌になってる。うん。俺結構虫嫌いだから。どっから、洗剤で洗い直せばいいって思ってる、今。うん。まあ、でもこれは今回掃除とは関係ないからさ。まあ、一旦見て見ぬふりするし、みんなも聞かなかったことにしてほしい。絶対にコメント欄とかで言ったりとかしないでほしいし。で、正直今回のこの動画長くてさ、メンバー確認とかしないと思うんだ。だから俺が言わなきゃバレないからさ、今後俺が自分家の食器とか使ってみんなに飯食わしてるとき、あ、もしかしたらここの上、あいつが歩いたのかなとか、思われたらさ、もう多分みんな食わなくなっちゃうからさ、絶対言わないでくれな、みんな。うん。約束しようぜ、ここだけの。マジで。頼むわ。本当俺も言わないから、みんなの秘密。うん。みんなが DM で俺に送ってる秘密とか絶対言わないから、俺。言ってないし。だからみんなも言わないでな、この話。みんなで秘密にしような。うちのキッチンの下に、そこそこのサイズのあいつが死んでたことは。うん。こんなもんお前見られたら、俺もうやばいわ。ハウスダストがうんぬんとか可愛い話じゃなくなる。まあ、俺のせいか。俺が汚くしてたから、いたのか。結構がっつりと、がっちりしたタイプだった。欧米人みたいなタイプの、がっちりしたやつだった。結構だから、びっくりしちゃった、俺今。オッケー。で、一旦休憩しようか。みんなも疲れたでしょ。あ、でもそっか、顔見せれねえな、あんま。まあいっか、どうしようかな。まあいいや。あ、来た。はーい。友達来ました。
ちょっと友達が来ますんで仲良くしてあげて。よいしょ、掃除手伝ってもらおう。二人やった方が早いんだから、こんなの。おつおつ、お邪魔します。ちょっと掃除中で申し訳ない。かまわん。うわ、すごいじゃん。やば。何が？え？別荘じゃん。いや、別荘じゃんじゃないの。え、別荘じゃん、うん、まぁ、あ、ちょっとあのすみません、すみません、うん、お邪魔します。あのマイファスのヒロです。はい、マイファスするボカルのヒロです。あ、ボーカルのヒロです。よろしくお願いします、はい、すげー。ちなみにヒロはですね、別荘をすごい見てくれてて、はい、まあ、そんなことからちょっと僕も仲良くさせてもらっていまして。いや、本当ですよ。僕からしたらスターですからね。大スターですからね。初めて会った時におかしかったもんね。はい、大スターになりました。その僕が、同期の芸人がバイトしてる、まあ、バーみたいなとこに遊びに行ってたと、うん、そうそうそう。で、普通に一人でいたのよ。そしたらヒロがスッと入ってきて、お、ヒロだと俺は思ってて。そしたらヒロから、僕らの別荘の石さんですよねって言って、周りはもうヒロだってなってるから、うん、そのなんでヒロが知らんやつに転んで。いや、俺はもう一番嬉しかったよ。どのタレントにも嬉しかった。本当に。そうそうそう、松本人志さんより嬉しかった。いやいや、そんなわけない。マジで本当に本当にやめてください。びっくりしました、ね、で、そっからまあちょっと一緒に飲みましょうってことで、そっから仲良くなって、はい、まあ、サブなんですけど、これはひらがなのね、僕らの。いや、いいよ、ちゃんと見てるだろ。存じてます。チャンネル登録はしてないです。いや、なんなんそれ。全動画見てチャンネル登録してない。すいません、気持ち悪いの。ファンじゃないです。いやいや、ファン、いや、ファンじゃないです。ファンです。動画を全部見てる男です。いや、ファンです。いや、ファンじゃないです。それはファンっていう。一緒にしないでください。だし、カニの動画、ああ、うん、北海道一緒にしたのはもうヒロです。そうです、そうです。はい、ヒロがあの別荘のみんなにということで、カニとイクラをくれましたんで、はい、すごい、自己肯定感高まりました。あの動画、あの動画はもうね、熱しゅうまく。あんまヒロがタオルペラペラ当たんない。当たんだから、この家。この家、当たんだね。掃除中なんですよ。ちょっとごめんなさいね。すごいじゃん。適当に座ってもらって。やば、初めて来たわ。まあそうだね、初めてだね。嬉しい。うすごい。やば、うーわ。何？あ、これね。うーわ。やば。このステッカーの貼ってある机ね。やば。もう、どうする？一旦掃除やめるか。なんでだよ。なんでだよ。疲れんだよ。ちょっとさ、このさ、うん、これをどうにかしなきゃいけないんだよ。そんなの服？服がね、俺だからその、本当多すぎない？五軍の服が死ぬほどあるから。捨てないの？捨てるか。うん。実際、ヒロにもらった服とかもあるんですけどね、上には。捨てないの？捨てていこう。捨てな。ちょっとなんだろう、まあ、いっか、みんな来てからで。何が？ん？なんか、天聖さんも来るから。うわ、マジで？え、緊張すんだけど。いや、緊張すんだけどじゃないの。大丈夫かな。大丈夫だよ。大丈夫かな。大丈夫。ちょっと殺されんじゃない。ちょっとケムちゃんは来れなくて、多分カズキもちょっとあれ。ええ、わ、ちょっと来れないんだけど。あ、よかった。だからその鉄製さんだけ。会いたいけどね。あ、まあまあまあ、そうね。ちょっとそんな怖いから、ね。一気に来た。一気に来ないでそんな。変な。変な。一気に来れると。ちょ、どうする？なんか洗濯とか干す？あ、誰に頼んでんだお前。誰に何頼んでんだ。どうする？干すじゃない。洗濯干す？俺の。嫌だよ。嫌か。嫌だよ。そうか。誰よりも動画見てんだから。お前汚さ知ってるよ。嫌だよ。干さないか。干さない。どうしようかな。まあ、もうちょっと座ってて。え、すごいじゃん。何？なんだっけ？最初はあれだよね。インスタの。リールだよね。そう、インスタのリールで、ショートが流れてて、うんうん、で、それを見たのよ、うん、で、おもろこの4人組と思って、うん、で、俺令和ロマンは知ったからさ、はい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 、もう魔人武骨の頃から知ってるからさ、あー、魔人武骨の頃ファンだから、うん、だから、おっと思ったよ、うん、お、あれいるじゃんと、そう、うん、え、なんかこんなやってんだと思って、うん、で、なんかさ、うん、俺のなんか感覚ね、うん、
まあ俺の知ってる人が一人出てるからさ、はい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 、この人が主体で、まあまあまあ分かるよ、分かる、なんか、うん、そう見えるよ、ね、それが全体のまあ核なんだよ、うん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 、で周りがまあなんかそのおまけじゃない、はい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 、それもうこう完全煙のためのやつなんだろうなみたいな思いがあって、はいはいはい、したら、うん、全員主役なの、アベンジャーズなのこれは、ね、あそういう感じでと思って、あなるほどね、でそっから見たいと思って YouTube 見たの、で、あ、そう。バカおもろと思って。っていうか、レベル高いもう、会話のレベルがさ、空中戦してるじゃん。ありがとうございます。すごっと思って。はいはいはい。あの、この、なんだろう、いい意味で、うん、男子の休み時間みたいな。まあそうだね、物質の感じっぽいとか。とんでもなく、ドハマりしました。はいはいはい。僕の中でご飯を食べる時のルーティーンなんですよ。あら、これを見ないと思う、食べれないですご飯が。みんならしいぞ言ってるからそうらしいわ、みんならしいぞ、どうやららしいぞじゃないんだ。いやそうそう、それでそれでだったからね。でたまたまうちのスタッフが、うん、あの煙と新幹線になって、そうそうそうだよね、声かけさせてもらって、うん、でだったから、なんかもうねそれは聞いてて、しかもね、たまたまそれの撮影日に、なんかこんなことがあったんだよね、みたいな。あ、撮影日だったんだ。そう、撮影日に、その夜ね、撮影したの、その日はたまたま。で、あ、そうなんすね、とか言ってて、なんかね、なんかまあ、一緒にできたらいいですね、とか言って、撮影終わり、飲み行ったら、そこで会ってる。そうだよね。すごいんだよ。あれ、すごくない？奇跡的な。別荘との遭遇率、えぐくない？えぐい。50% になってんだよ。そう確かにね、すごくない？ 50% って言わないけど、 50% じゃない、 50% だけど 50% っていう数がなんか数字のマジックだからそれ大げさにすごいでしょ、 50% 成功するって言ったらとんでもないでしょ、とんでもない、まあそれがまあ今日 75% にね、いや大丈夫かな、増えますよ、大丈夫かな、何が、えどうだこの感じ、大丈夫だよ、すごい嫌だ、まあ、数ないでしょ、そのファンの、ファンが、うん、そのファンのだ応援してる人に会う瞬間の気持ち分かんない、分かんないけど、そすごいんだから、ね、いやいや、そのとか俺からしたらあれってことでしょ、だからプロ野球選手でしょ、俺は野球めっちゃ好き、大谷翔平君とかに会ったら、大谷翔平君とイチローが会う、うわうわトラウトと翔平君がそうそうそう、そういうことよね、嫌でしょ、いやいや、いや、まあ、嫌というかちょっと緊張、マウンドで会うんだよマウンドじゃん、完全にマウンドっていうの、マウンドなんだよ、やだよ、ちょっとみんな違和感感じてるけど俺もうタメ口だからそれだけごめん、ごめんだけど、うん、変だよな、うん、だからあの別荘のこの間のさ、うん、関係図みたいな動画出てたし、はいはいはい、俺が関わってくるともっと変だよ、もっと変だ、年齢は俺の一個上一個上だけど、まあちょっとその知り合って、そう、歴も先輩、歴も先輩、歴も歴だね歴も先輩、大先輩、年も上、年も上でもタメ口、タメ口そう、俺が他の人には敬語なのに、そうそう、ヒロにはタメ口だから、でもテッセイ君と煙だけでしょ、うん、何が敬語はね、そう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 、でもそれがやっぱややこしくしてるから、今野くんはなんかね、そう、和樹はもうあの、まあ、同期だからね、年齢は一番上だけど、でも今野くん俺の一個上だもんね、そう、年齢は一個上、そうなんですよ、うん、これがまたややこしいんですよ、いやそう、もうヒロはね、結構もう週1ぐらいで会ってんじゃない、会ってるね、うん、週1ぐらいでは差別ありがたいこと、知り合ったのはね、数ヶ月前だけど、そう、結果ずっと会ってる、これが正しいファンの形だから詰め寄る、つながる、つながって詰め寄る、そして囲うっていう、確かに囲われてる北海道も連れてってもらって、これが本当、一番な、一番ありがたいファンの方、いやこちらこそありがたすぎる、ね、で明日は沖縄行きますから、ね、あんまないですよ、一月で沖縄と北海道行けること、ないですね、ないですね、うん、ありがたいですね、肌感覚まぐりますから、ね、うん、それ言っちゃいますよね、こっちもいやいいね、すごい、ヒロの前に洗濯します、俺は全然いいですよ、あのすごいバランスどうすね、君、うん、これ一回ね、うん全部本当は他乾いてんのよ、え、取れるじゃん、そうそう、だからちょっとでも一回ね、もう一旦何よいしょ、何なの、まあ、ゆっくり絶対そこでやんないといけないのね、ゆっくりしてってよ、うんすげえ。いい家だな、いい家ってあんたよく言うよ、本当。いや、いい家じゃん、でも、まあ、みんなも知ってるかもしれない、ヒロの家そのだって YouTube とかにも出てるじゃん、探されてるから、ね、うん、すごいですよ、本当にいや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 、ちなみに、まあ、昨日ね、そこで僕ちょっと泊まらせてもらって今日一緒に来てて、まあ、近くにいるってことで、そうそう、ちょっと、まあ、じゃあ後で俺掃除しなきゃいけない、ああ、最悪
で、急なバッドエンド。で、これこのままです。ふざけんな。直せよ、お前これ。あ、ありがたい。ひろが洗濯を下ろしてくれてる。ここに全部積むからそうなんだろうな。あ、しかもひろって洗濯干してるの見たことないの。干してるよ。だって一人暮らしなんだから。そうよね。うん、じゃあこれ室内か、こっちにさ全部その干すから、こっちにももうちょっと比重かけないと。そうそうそう、だけどちょっと今途中だからさ。うん、貸して。あ、じゃあちょっとかけるから。どうしようかな。でもないな。え、何がないんだよ。もうこういうのしかない。え、これ後つくよ、肩に。え、嘘、これ今、うん、ニットでしょ。ニットニット単にこっちで干した方がいいの。いやいや、ニットはここにこうかけて干すとか。あ、そう。じゃあお願いしようかな。お願いしようかなじゃないんだよ。お願いするわ。なんでそのさらっと、ごめんね、ごめん、さらっと使うなよ俺を。見て、ヒロ洗濯をしてる。映ってないよその俺。すごいな。はい、多分これ本邦初歩公開、洗濯するヒロです。パシられる。洗濯をするというより、洗濯を干すヒロいいね。え、よくないよ。違う、洗濯。びっくりした。衝動だったし、もう。びっくりした。ミーアキャットみたいだったよ。危ない、危ない。敵来た時の。で、みんなで見るやつ。物音に敏感だから、ね。確かに、まあ、そりゃそうか。血がそうか。血がそうってなんだよ。ミーに敏感だよな。うん、このままいいバランスじゃない？あ、ありがとう、ありがとう。すごいな、めちゃくちゃ。なんでこんな量あんの？この洗濯する量が。いや、もう服が、てかまあさ、言い訳になるけどさ、なんか評議会とか、うん、でさ、なんか着るもん、ね、そう、いらない服だなと思いつつもさ、いや、なんかこれあったらあれできんじゃねとか思うとさ、取っといちゃうけど、もう捨てようっていう、いよいよ。そうね、多すぎるもん。だって汚い服あるし絶対。いや、てかこんなの着てない服しかない、ほとんど。もうだって上にかかってるこっち側なんだけど。捨てようよ。実際着てないからね。捨てよう。捨てよう、今日。もう断捨離しよう。しよう。でも空気清浄機はいいのかい？いや、買いたい。そうだよね。うん。あ、その話もね、ちょっとサブでさっき一人で知ったんだよ。空気清浄機買ってって言われてんだよねって。メンバーに？そう。これに行こうよ。これ、買い行こうよ。行くか。うん。え、何時からやってんの？ 8 時半ぐらい。なるほどね。うん。どうしよっか、どっから行こうかな。すげえあるじゃん。うん、本当鎌倉作れるんだよ、この服で。あんまその概念ないよ。服で鎌倉作るから、どうしようかな。ちょっと磨いちゃおう。うわ、すげえな。ちなみにこう、どの動画一番好きとか。え？あるね。確かそういう話してないの。どの動画？うん、俺はあのまだレンタルルーム借りてる頃が一番好きだから。はいはいはい、こっちじゃなくてね。そう、あのなんか、なんだろうな、何も決めずに、うん、時間にも縛られてないあの感じの、ダラダラして、うん、もう好きな時にボケて拾って使ったりとかっていう、はいはいはい、飯食いながらとか。そう、あれがもう最高にいい、はい、なんか俺もそこにいるみたいな気持ちになれるから。あ、すごいですね。コメント欄で見たことあるけど、同じ感想はする。あ、マジ？本当？なんかここの中に自分もいるような気持ち。そう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 。だから、なんか、楽しい5人組で、うん、俺は黙って笑ってるだけだけど。そうそうそう、一番楽なポジション。みたいなね。うん、最高。振られもしないしね。そうね。こっちに振られることもないし。最高ですよ、あれは。すげえなぁ。結構待ってきたなぁ。そうなんですよ。ていうかやっぱ、あれだね、ほんとマジ、動画で見るのとここで見るの全然違う。いや、いいよね。生で聞くのみたいに言うな。え、全然違う。ほんとにこれ。ほんとに？うん。絶対来た方がいいよ、みんな。いやいや、これ見に。来ないで、来ないで。絶対見に来た。来ないで。なんかね、臨場感が全然違う。これですよ、この机を。すごっ。誰よりも見てるからね、俺の動画。ね。わかりますよ。ずっと言ってるよね。もうなんかまだもう貼れるのでいっぱいあるんだけどね、こういうのが。ウェハースがね。そうそうそう、結果貼ってないっていうね。ちょっと食い切れないからね。そう、で、冷凍してるからちゃんと食う、ウェハース。いらねえよ。あれ一番いらねえんだよ。ずれてんじゃん、めっちゃ。そうなんだよ、そこちょっと。うわ、気になる。これいっぱいあるから、こういうのが。いや、いらない。何してんだよ、お前。冷凍してる。何してんだよ。いつか本能クッキングでちょっとやろうかな。終わってんじゃん、もう。ヒロ、冷凍嫌いだからな。冷凍嫌い。俺捨てちゃうから、全部。
一回さ、最初の頃さ、うん、俺がヒロと遊ぶ時にさ、お弁当持ってきたの覚えてる？焼きそばかな。あーあー、持ってきてたね。そうそう、何してんのそれみたいな、うん、捨ててよ今すぐそんなもん食べないで捨てさせたね。そう、うん、よくないよ、ね、もっといいもん食べてね、ちゃんと。いや、ほんとよ、どんな気持ちで食ってんの俺の前ダメやつ嫌味かと思ったもん。そこからもういいもん食わしてもらってるわカニ待ちだからね。カニ待ち制度だから。カニ待ち制度なの？別荘って。そうなの？いや、あなただけですよ、それ受けてるの。そっか、俺だけ。別荘じゃないです。別荘じゃない、俺だけだ。石井康平単体です。うわぁ、でもすげぇなぁ。これとかいらないな。いらないよ。着るわけないもんな。だってこういうもんさ、いつも着てる服一緒じゃん、別に。そうでしょ。うん、だから、外に着てく服はもう一緒なのよ。でも、しょうがないでしょ。それ良くない？チャンピオン可愛くない？これ可愛い？うん。あ、じゃあこれ取っとく。それはいいと思う。あ、じゃあくすんでるけどね、今。まあ、これ、まあ、黒 T とか、黒 T とか別に使うからな。いや、いやいやいや、黒 T はいらないって。なんだよ、着るよ。買えばいいじゃん。買えばいいじゃないんだよ。まあ、これはいらないんだよ、ね。それは本当にやめよう。うん、これは本当にいらないんだよな。視聴者プレゼントとかもさ、もう無理、無理だしな。いい、いい。あれ、あれいい。あれいい。あれいい。うん、これは俺、中学校の時に沖縄で買った。絶対捨てろ、そんなの。これ、思い出の。そのカメのマークめっちゃ見たことある、沖縄で。思い出なんだ。明日からお前これめっちゃ見るぞ、そんなの。そう、俺明日から行くんだ。そうだよ。中学校の時にいいじゃないんだよ。中学校の時のやつだ。これもそう。中学校からずっと持ってるから、なんか捨てれないんだよ。なんだよ、その、そんなシャツ着ないんだよ。ディズニーのね、あのモンスターズインクの。いい、いい、いい、怖い、その。捨てる？捨てよ、捨てよ。ちょっと勇気持てないな。もう俺が断捨離してあげるから。うん。でも広げて俺がいるかいらないけど、これ白 T、ね、それもファミマの T シャツでしょ。そう、ファミマの。そう、まあ、うちにあったやつ。そう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 、着て帰ったやつ。何着て帰ってんだ、もう人の力。捨てよ捨てよ、バッて見せて。で、俺はもういらないいらないいらないって言ってから、これ、いらない、これいらないいらないいらない、いらないいらないいらない、絶対いらない。くそ、早いな。これはね、基本的にね、ボーダーあんま似合わないからね、と思うよ。あ、ほんと？子供っぽく見えるから。あ、なるほどね。うん、絶対いらない。これ、白にもらったんだけど。絶対あげてない。あ、そう、うん、いらない。 いるでしょ、これ。可愛いでしょ。いらない、いらない。子供っぽく見えるから、いらない。なんでだよ、うん、子供っぽく見えないって。これは、いや、見える見える見える。ちょっとポロっぽいやつもあんまね。ポロシャツダメ、うん、ダメダメ。こういう向いてない、顔的に向いてない。これ、これ、このパーカーは、うん、いらない。なんかそのソーセージみたいなやつ。ソーセージじゃない、どこかで。いらない、いらない。ねえよ、こんなソーセージ。やだやだ、先っぽ黒い。フード黒いのやだ。ダメ、いらない、いらない。え、結構なくなるよ、こんなんしてったら。そうだよ、なくすんだよ。これ、この、この、見てるんですもん。色味気もいらない。早いな。いらない、いらない。絶対履かない。やばい、やばい。合わせるのも全部出てる。いや、そう、確かに履かないんだよ。でしょ？うん。この。一番いらない。もう、雑巾かと思った、最初。ちょちょ、これ、なんかメッシュの T シャツ。いらない、いらない。サイズちっちゃいし。ちっちゃいけどね。これ、いらない？いや、早いな。いらない。こうやって捨てていかないと。あ、いらない、いらない。もういらない、いらない、いらない。いらない、いらない、いらない。いらない、いらない、いらない。開いてないから、まだ。何それ。何その色、ドロンジョの。いや、いらない、捨てて。何よ、捨てて。どう合わせんだよ、それ、お前。このボーダーね。いらない、ボーダー。ボーダーだね。ダメだ。俺はもうボーダーダメ。ボーダーはもう全捨て。全捨てる。いや、早いよ、ペースが。いや、こうやってかないとさ。まあ、このニットね、白い。ちょっといらないかな。なんでよ、全然これからの季節使えるっしょ。ミキハウスって感じ。てか、そう、全部子供に見えるってこと。ミキハウス、どうすりゃいいんだよ。白いニットと白ってやっぱちょっと難しいからね。お、ちょっと待って、もう袋だ。その、あの、このパレット捨てて。パレット、この子供の。いやいや、これ大丈夫、これいいよね。子供のパレットいらない。みんなこれいらない、いらない。もう待って、もう見て、動画上でさ、うん、服越しに見てるのにお前透けてるぞ。そうだよ、これ。そんなことあんの。俺、これが、俺、服じゃないじゃん、もうそれ。大学の時に買った。いいって、1000円でぐちゃぐちゃのパレット。そうやと買った。あ、これ、あ、これ、ほら、タートルトークの、タートルトークの時の。あ、お出す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 。やばっ、やばい、やばい。鬼アウェイ、やばい。やばい。これは何今回ってるの？回ってる。あ、サムちゃんにで、洗濯干してもらって。洗濯干してもらって。で、今、断捨離手伝ってもらって。全部捨てないから。ほら、すいません、お邪魔してます。いい、すいません。別荘がお世話になってます。やばい、やばい、怖い、怖い、怖くなってきた。何か
帰ろうかな。なんでだよ。ラウイな感じ怖い。帰るんだったら僕来なかったっすよ。わざわざ。当たり前だ。それは本当にそう。あ、そうそうそう、これ。すいません。いくらでした？2万。2万じゃねえだろ、これ。儲けようとすんなよ、こんなことで。2万ペイペイでいいよ。ペイペイだからじゃないのよ。そこ引っかかってない。金額に引っかかってない。給料日後だからって、お前。それ分かって。ペイペイでいいんだけど。あ、じゃあ、いいじゃん。え？いや、不思議な絵だわ。いや、ほんとよ。これ、待ってろ。ファンサじゃんだって、これ、俺からしたら。ファンミみたいなもんでしょ。ファンミじゃないよ。ファンミでしょ。え、もう今来たばっかですか。うん。あ、ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。そうか、そんな話もあんのか。すみません。いえいえ。ありがとうございます。いや、すごい、ね。でもだから、これ取っといたことによって、うん、タートルトークが生まれてるから。うん。いい。あった方がいいんだよ、こういうのって。いらない。捨てよ。捨てないよ、タートルトークの。いらない。いや、本当に捨てよ。なんでよ。もうだってじゃあ、2あんのか。ないだろ。いや、わかんない。いつかやるかもしんないじゃん。そんなこと言い出してたらもう、キレイ。ライブでそこそこ滑ったもんな。そうなんだ。マジ信じられなかった。びっくりしたな、うん。全員計算外だったら、もっと盛り上がるのかと思って。ほんとその、タートルトークみたいに石がわーって出てきて。うん、ライブやった時に、俺が生で出てくれてて、ウォーって言ってんのに。質問ありじゃあ誰か質問ある人って言ったら、もう誰も真顔でこっち見てて。で、指さしたら本当に。無理です。いや。めっちゃ傷ついた俺。あ、ごめんね。普通に折れちゃったここ。あ、ここね。いや、でもそれ、さっき言ったやつあると思うよ。やっぱちょっと、別荘を俯瞰で見てたいんだよ、みんな。参加はしたくない。参加され、こんなレベル高い4人に引き上げられたら、公開処刑と一緒だろ、こんな本当に。本当に。あれ傷ついたね。びっくりしたね、あれは。しかもなんか、終わった後 DM で、すいません、刺されたものです、ね。うん、本当にごめんなさいみたいな、あの怖くてほら、そうです、そうでしょ、そうだよ、そうですか、怖いもん、この2人、この4人になるケースになるめっちゃ嫌だわ。そんなつもりで来てないのに楽しむつもりで来てたのに急に壇上に上げられるの嫌だよ。ちょっと滑ったからな。びっくりしたね、あれは。びっくりしたあれ。このライブ中で一番一番滑った。捨てやだ、タトルトクチュー捨てた。タトルトク捨てる捨てる捨てる、もう捨てていかないと。これはマフラーってさ、うん、今のご時世するするよ、するよ、これから寒くなったらね。なんですんの。え、あったかいからだ。それ以外ないだろ。いらないって。いらない？いらない、いらない。なくなっちゃうよ、服、うちの。いや、いいじゃん、持っててもしょうがないよ、しかないんだから。いらないって、捨ててこ。てか、なんか画角おかしくない？また今野くんに怒られるよ。いや、まあいいよ。そんなことまで気にしなくて。今野くんに怒られるよ。いや、ちょっとでも無理だね、全員入んのはもう。もうちょっと下げたらして。別に洗濯物を移す必要ないでしょ。こういうこと？うん。あ、まあ座ってんならいいか。そうでしょ。あ、これでいいか。こうしようか。これね。何それ。これ トミーの T シャツだよ。フランス？フランスじゃねえよ。いい。確かに色合いはそうだよ。いいよ、フランス捨てよ。え、もうなくなっちゃうって服。めっちゃあんじゃん。お前これどこ見てなくなっちゃうっすって。そのさ、よく着る服はどれなの。もうかかってるの以外正直着てないです。じゃあ全部そこ捨てていいんじゃん、マジで。うん。え、この、え、青空の T シャツとかは？何それ、いつ着たの。青空の。どこが青空なんだよ。これ、ね。ほとんど曇ってんじゃない？曇ってんじゃないか。いらない。結構思い出なんだけどな、全部。いい、思い出はもう捨ててこ。それも早く捨てて。俺中学校の時から着てる。いい。モンスターズインク。虫の裏側の時。虫の裏側って言われる時。いい。悲しい過去捨てよ。悲しい過去って言うな。あ、これね、これは実はもらったからね。うん、いらないっすよ。ヒロミもらって、あの、これで2本ぐらいとか撮ったんじゃない。撮ってたね。うん、見た。フォイとかも撮ったんじゃない。あ、フォイもこれか。フォイもそれじゃない。こういうの撮っとかないと。だからそういうのはいらないって。いつか博物館にさ。いや、別荘博物館にこれ何年規模で考えてるの。いつの日か別荘博物館に飾るんだから。いいって、捨てろ。ダメだよ。いいから。でも靴下とかも全部捨てよ、パンツとか。なんで。いつのよ、それもう。黄ばんでますよ。これね。あと揃ってないのよ、靴下はもう。ドピンっつって。あ、ちょっとこれ入ってる。あ、いい。これは？何？ピグレット？ピグレットじゃねえよ。ピグレットのおかげで。ピンクのセーター。ねえ、いらないよ本当に。なんで買うの君そういうの？買ってない、買ってない。いただいたり、うん、まあそのなんか、あの、まあいただき物みたいな。いただき物。じゃあもう捨てちゃう全部。ジーンズは？
お前ジーンズめっちゃ持ってるんだろ、うん、めっちゃ持ってる。いらないっすね、何本も何本も。普通のやついらない？普通のやつしかないんだよ、普通。これ普通じゃないジーンズって何？これはこれ、これヒロのやつでしょ、これ違うよ。これ違ったっけ？違うよ。どっち自前だろ。どっちこれ？どっちも自前だろ。どっちも俺のじゃない。どっち残す？え？右じゃない？こっちこっちこっち、うん、あ、そういらないよね。開かないでしょ、って石、それ箱って思わないでしょ、うん、その2つ、まあ、今んとこは思ってないです、どっちも別に。じゃあ思わない、今後の人生で。あ、これね。何ですか黒い、怖いね。一個一個見てくなと、うん、うん、いいよ、その、あのちゃんとやるやついいよ、うん、ガンガン捨ててって。ちょっと、サートのとこどこ、サートのとこどこ、後ろにある。あ、これとこベーシックが捨てるだから、これはとかいらないから。ないらない、いらない、意味がわかんない、意味がわかんない。やばっ、なくなる、なくすんか、空っぽになる。なくすためにやってんだから。そうよ、これはいいか、これは普通に取っとこう。何ロンティ、何それ、これはだ、あ、ダメだ、これ先輩にもらったやつだからダメだ。じゃあ捨てよ。ダメだよ。なんで？先輩にプレゼントもらったやつだから、これ取っとく。見して見して見して。このなんかあの、バレーボールなんとかみたいなやつ。なんかなんとかっす。フットボールクラブ、フットボールクラブ、そのクリームな。捨てんなよ。なんでだよ。先輩もらったって言ってんだろ。いいって。ここ。まあ、これは。いや、ほんとにいらない。なんなのその、何男色系の服ばっかり。キモいんだよ。そうね。ねえ。確かに。男色系の服なんなのそれ。うん。着ない着ない。え、ってか、本当になくなるぜ。なくしてんの。全部いらない。これいらない？いらないいらない。着ないこれ。うん。着ない着ない。何それ、俺は言うじゃん。あの、いつかやるかもよ。踊る大捜査線。踊る大捜査線みたいなやつやるかもよ、評議会で。まあ、それはあるかもな。確かそれはあるかもしれない。取っとくか、うん、それはまあいいんじゃない、うん、取っといた。やだな、この振りがあってから織田裕二に。そう、だからいらない服ほど表意会使うから。黒ロングティーだ。いる？いらないでしょ。いらない。まあオーバーオールだと。別に俺なんかよりもさ、人数多いな。哲星君とか今野君のがおしゃれなんだからさ、いいそう聞けばいいじゃん。いや全部捨てろって言ってこれもいらないと、さっきのやつだ。捨ててこ、捨ててこ。結構あるなぁ。でも結構綺麗になってません、正直見てどうね。ちょっと思いません。何をしたか全然わかんないぐらいなんだよな。綺麗さが。その前に床はまだやってないんですよね。え、これ綺麗になってんの？これ綺麗になってる。なってない。いやいや、なってるなってる、めっちゃ。なってない。だってもう、ゴミ袋3つ分ぐらい捨てたからね。え、ないな。なってないよ。うわ、完璧にこれ綺麗にして、マジで。でもどっちかと綺麗好きだもん。よし。あ、ボーダー。それ。これは何？何？お前。あ、それ、あの、雑巾。あ、そういうこと。これは俺の中でもいらない服だったから、雑巾にした。犯されてんのか。もっと綺麗になってんのかと思った。全然なってないよ。なんで？これ可愛いんじゃない？何これ。それね、ネット。あれ？なんか入ってる。ネット。あ、これ干してもらっていい？これ。やだよ。なんだよ、それ。それ捨てろ。捨てないよ。靴下とか全部捨てよ。靴下ね、揃ってなくてわけわかんないんだよね。だから捨てよ。もう一回リセットしちゃえば。そう。でも新しく買い直そう。うん、そんな別にめっちゃ高いもんでもないんだからさ。これ。そう。まあ、靴下ね。ああ、残念だったね。この子に思い入れあるな。うん、残念だったね。え、可愛いけどな。うん、これはいいか。これは大丈夫。あ、
ね。残念だった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 ね。あ、ダブルじゃん。もうさっきの俺の NG ダブルじゃん。そうそうそう、ボーダーとポロミ。残念だったね。マジ？かわいくないこれ。公平なんかボーダーあんま似合わない。あ、そうだね。子供っぽく見えるんだよね。でなんかそのイメージでみんな服を送ってくるんだろうな、その暖色系のやつとか。ああ、かわいらしいみたいな。ちょっとかわいい系のやつ。なるほどね。これはいるか。そういう目で見られてるんだ。おい、すごいぞ。すーごい。この、そら怒られるわ、今度くんにこれは。ちょっとこっち、2人写しとこうも。いや。何の動画なんだよ、これ。お前がダジャレしてるところを、俺らが見る動画って何なんだよ。ちょっと、切りねえな。わかんねえや、もう。全部捨てよって。うん。てかさ、ゴミ袋ちっちゃくない？うん、30リットル。なんで30リットルなの？絶対足りないじゃん。もう見ていかなくていいよ。うん。捨てねえ。もう全部、ガッと掴んで入れちゃいます。ええー、やだ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 。なんでだよ。なんでだよ。大事なものがあったらどうしようってなる。何抗ってきて。ねえよ、こんなとこに大事なもの。どこ、大事にしてねえじゃねえか、お前。これ全部。これも単純下シャツだから、下シャツは使うんだからいつか。何下シャツって、インナーティーのこと？これ、これ、あ、これはまあ、いらないか。これ、和とかじゃないんだよ。パンツね。いらない、いらない。うん、このタオルいらない。いらない、いらない。いらないから。迷うな、これ。オーバーオールは？いらないって。俺、オーバーオール嫌いだわ。なんで？オーバーオールってリュックだから。どういう、リュックとして優秀だから。オーバーオール嫌いだわ、俺。なんで？なんかね、小学校6年生ぐらいの時に初めて女の子とデートするみたいになって、うん、で、私服をその子が着てきたのね、はいはいはい、初めてで、駅で待ち合わせするってなった時に、うん、その俺がいいなと思ってた子だったのにオーバーオール着てきたの。あー、いいじゃん。品川駅に、うん、そんなやついる？いやいや、いい。小学生ならまあまあまあ。いやいやいや、俺もうめっちゃ恥ずかしくて。あ、そう。スーツの中でオーバーオール一人？多い。正気の沙汰じゃないよ、君みたいな。マジかみたいな。冷めたの？もうぐっと、冷めたっていうか、はずーってなっちゃった、俺がずっと。ああ、そうか。一緒に歩くのか。そう。かわいそうにそんな。いや本当ね、今思うととんでもないひどい話なんだけど農家の娘連れてるみたいなやだと思っちゃってあの当時ね。これはまあ何その紫は。それはぽいじゃないの。それぽい、これぽいだったと思う。その、あの野球部時代のアンダーシャツだから。これはこれね、2つ、まあ、1個でいいか。まあそもそも紫のアンダーシャツ着てフォイっていうのもちょっとはてなんですけど、ね、無理やり、うん、イメージカラーをね拾った結果そうなったな。そういうことね、うん、靴下、え、靴下全捨て、うん全捨てで、ボーダーも全捨てで、ポロも全捨て。あ、そうそう、で、なんかあの空気清浄機よって話があったじゃないですか。うん、だからちょっと買いに行こうよって広げてくれて。え、それ、石が買うの？いや、え、まあまあまあ、そのまあ、一緒に買いに行く、選んでくれる。ああ、うん、なるほど。まあ、で、まあ、いいじゃない、その、どっちが出すかみたいなのはどっちが出すかみたいなのは、まあ、いいじゃない、それは。ちょっと待って、どっちが出すかってことさ、そもそもなんで俺がその選択肢になりたいの？なんで俺急にランクインしてんの？レジに近かった方が最終的に立ってる位置が会議やってんのかお前。近かった方が近かった方がとかね、なるからまず詳しいからね、やっぱりアーティストだから。あ、いじってきたね、うん、やっぱり完全に分かるよ俺そういうの敏感に。あ、こいつ今いじってきたなっていうのは喉を、ね、敏感に、喉にね、敏感だから。いや別にでもみんなが言ってるのは喉とかじゃないでしょ。その衛生面が不安だからとにかく心配。いやでも、ね、そんなに大丈夫ですけどね。本当服が多いだけなんでね、それによってホコリがっていうことですから。最悪じゃねえか最悪じゃねえか。まあでもすごいな、なんか躊躇なく捨てていくと気持ちいいな。そうよ、靴下を掴んだら捨ててる今、うん、何も考えず。いつか困るかもしれない。あのエジプトの壁画みたいなシャツもちょっと捨てる。これこれこれダメだよ、ホットのやつ。いいって、もうそれ来たじゃん結構。来たよ、結構来てたな。
あ、洗濯終わった。干してもらっていいですか。じゃあ捨てるわ俺。やめてやめてやめて。あ、そうね、うん、やばい石井が干した方がいいんじゃない。そう、石井が干して俺が捨てるわ。そうそれがいいね。そうしよう。石井が洗濯干しな。やってくれるって。やばいよ、あんなのに任せたら。あんなのってお前これどんなのがあるのって言ってんだよ。あんなのに任せちゃったらやばいよ、マジ全部いかれるぞ。ちょっと入り、おもろ、断捨離してるけど。あ、全部出てきた。すごいな。それダメ、これ大丈夫ああ、そんな雑に置くなよ、ラランドのやつ。何やしてんだよ。大丈夫だ、怖いな、マジで。大事なもん捨ててそうだな。絶対お前やるの早いから。通帳とか入ったらどうすんの。通帳とか入ったら捨てるだろ、その勢い。お前の通帳なんか意味ないじゃん、そもそも。早いなでもそれぐらいでやんないと終わんないよ。そうよ、何誰だろ。ちゃんと見分けてる、いるものといらないもの。見分けてるよ。めちゃくちゃ早い。早いじゃないんだよ、ダメよ。なんか大事なもん見失ってないか。見せない。ああ、いや。ちょっと待って。いや、本当に大丈夫。え、あれ捨ててるじゃん、だってこのゴリラシャツ。いや、いいから。ベンデイビスいいからね、結構着てんだ。ベンデイビスの服も捨ててる。いい。そういうもんだから。いつか着るかもしれないとか思ったら着れないからね。でもさ、今年のそのこれから秋冬で着る服だけ残しておくから、うん、もう全部夏服とかも。いや、まあそうですけど、来年買えばいいじゃん。そうだよ、買わないよ服は。来年もらえばいいじゃん。言い直すな、俺用に。俺用に移動して来年もらえばいいじゃん。うん、まあこれはまあ下げかってもいいか。ああ、本当に残すのは残すんだ。全自動ゴミ捨て君になってない。マイダストボックスストーリーになってない。何？マイダストボックスストーリーになってない今。なってねえよ。なんだ私のゴミ箱の話って。あらっと、これね、懐かしいね。その。野球部時代だ、うん、え、それはさ、はい、あの時に着てたやつ、その風呂入ってない時代に着てた。そうなんかその背中に名前書いて、この、1年生はこれでやんなきゃいけないみたいな時の石井ってこう胸と背中に書いて、名前覚えられてないから。野球部ってさ、はいはい、その練習の時もさ、うん、なんか野球の服着てるじゃん。着てますよ。あれ意味あんの。いや、意味ありますよ。ジャージでよくない？そのさ、まあプロとかになったらジャージでやってますよ。中高生、中高生はやっぱそのあれでしょうね、どっちかっていうともうその調子乗んなよっていうことでしょうね。白しかダメとかありますかね。1年生は白しかダメとか、あの靴とかも白か黒じゃなきゃダメとかが、3年生になったらまあちょっと遊び入れてもいいよみたいな。ちょっとなんかなく、すごいスピードなくなってる。綺麗になったでしょ。綺麗になった。あ、これ取ってくれたね。うん。すごいな。干してるやつはさ、いるやつなの。これなんかまあ洗濯して、まあ冬のものもあるし、ちょうどタイミングで洗濯しなきゃいけなかったです。まだ。可愛い子の。別荘ティーだ。あ、ベストティーだ。あと2個と。うん。
ごいな。心配だわ、後で見よう。いや、本当に見なくていいから。見たらお前戻すな。こんなわけなくない？こんなわけないじゃん。これなんだ？これね、クリップハイプの。ああ。いや、アーティストしてるのよ。同じアーティストの服、作ってるから。面識ないもん。そういうことじゃねえ。面識ないもん。どういうの？だってもうそこ空いたらさ、うん、外に出てるもん、もう中に入れれる、入れられるじゃん。なんでこんな、あ、これライザーか。いるものはこっちに投げてる。棚の一段目は何やるか。ここはまあ、そこの下、下。下はタオルしかない、ね、タオルと T シャツしかない。違う、それ、あ、そこでしょ。そこはまあ、なんか下、あの、部屋着系ですね、どっちかというと。部屋着、でもこんないらないだろ、お前。捨てるぞ。え、ちょっと待って、え、あれ、準備、準備、あ、準備、準備、いやいや、ちょ、いらない。準備は？準備いるよね。いらなくなった。ちね、落語とかでね。そっか、落語だし、落語だし、あとあのあれもあるから、切り絵師とかの時にも来てた。やるまた。やるでしょ。やるの？また、お、お、準備、準備。本当にやるんだったらいいよ。あ、あ、大丈夫、お前だ、もう。上下あんだっけ？ありますあります。あ、下下下。まあ、これなんかあったのか。よいしょ。絶対ダメ。服なくなる。そこまで手つけられたら。そんなことないだろう、だって。あ、これナッショグルのね。ナッショグルの T シャツ。ナショグルの T シャツいるだろ、思い出だろ、ナショグルの T シャツは。お前ナショグルじゃねえだろ。先週なんかあったな、こんなとこ。ジャスティンビーバーね。ジャスティンビーバーのやつ。前これでギリ生きてたね、こいつはね。はいはい、これ着てたわ。まあでもイメージ良くないからね。やめろ、ジャスティンビーバーイメージ良くない。ジャスティンビーバー別に そこまで背負っちゃねえよ。これは。あれ？これは。この人って思われちゃうからね。これは。あ、これあれだ、なんか。うん、こういうやつ、これはまあ確かに。その T シャツ嫌だね。これはまあ確かに嫌だ。あ、これだめ、これ思い出の T シャツだよ、これ。劇場で。お前の思い出なんかない。あ、これはあれ、あれ一番良くない T シャツ。良くない T シャツ。これ一番良くない T シャツ。あ、これあの、トミーね。早いな。トミー捨てて。ちょっとなくなるじゃん、マジで。ちょっとなくしてんの。これ俺の、俺の高校時代の青春の。だからそれをなくすな。なくすなよ。いい思い出だろ、俺の。いい、いい。もう捨てろ。ジャイアンツ、ちょっと待って。ニオカの、俺のニオカの思い出。これダメだよ。山本もな。山本もな、やめろ。山本もなの思い出。山本もな。そんなねえよ、俺には。少なくとも俺にはね。今年からね、また、あの、復活したからね。あ、ちょ。何これもらったやつなの、これ何、あの日本代表、本当のユニフォームなんだよ、これ本当のユニフォームじゃねえよ、本当のユニフォームなわけねえよ、これ本当なんだよ、本当なんだよって、なんだよ。はい、一旦これで、これヤクルト、これヤクルトだ、これいる、これ何、これ何、これそれはなんかパーカーだね、ずっと、うん、中学校ぐらいの時から来てるパーカー、うん、そんなよく実家から持ってきたね、うん、全部一応何がいるかわかんないんで、これもいらないでしょ、これいらない、このパーカーいらない、このパーカーいらない、これだいぶ綺麗になったぞ、うわすごい、大丈夫か？あ、ダメだこれ、俺の高校時代、私高校時代、ダメだ、本当にって、安心しろ、お年玉くれるんじゃないんだから、それ本当にいいから、もう持ってきなさいじゃないんだよ、逆なんだよ、奪われてんだよ、俺減るもんじゃないし、これこれめっちゃ減ったな、マジで、もう十分じゃない、これこれこれ、これヤクルト、ヤクルト、これ一旦置いてて、これ一旦置いてて、これこっち、野球だ、これこれぐらいでいいんじゃない、バッグもいる、いらないでしょ、バッグも正直使ってないけど、ね、捨てない、捨てな、でも野球行くときにね、これに野球行くときなんかないよ、もう、まあまあまあ、でもあんまあまあありがとうね、まあでも、ちょっと後でまた見るわ、これやだなスチューシー、スチューシーだっけ、これスチューシー、これ人系ガソリンスタンドね、うん、ああ、あったな、あ、そんなのも言ってたな、これやめようよ、これもいらないでしょ、イチャンネルも
着るかもって言って冬服はちょっとまだ分からないから。これはもう本当にダメ。レストランの井口さんと全く違う。全く同じデザインのね。これはちょっともう古いかな。ええこれ可愛くない？可愛いけどちょっと古いな。もう。マッキン、マッタッシュ。うん、マッキントッシュ。マッキントッシュのコート。このパンツもちょっといらないな。それクリエイティブドラッグストアよ。うん、いらない。CDS の。うん、いらない。薬局？薬局じゃないよ。薬局のラッパー、ラッパー。ラップのスルーですよ。あ、まあズボンはね、確かにちょっと難しいのよね。これしてもいい、それは本当に絶対。金玉でかすぎて全部のズボンにやらない。前に出ちゃうからね、金玉が。またうちのスタイリスト呼ぶか。え、今。うん、でやってもらった方がいい。今。え、今。今方がいいんじゃない。今呼ぶとか。スタイリストさん。あ、でもそうなんかね。そんなすぐ動ける。そう、俺もこの服とかあのズボンとか ね。そうそうそう、スタイリストさんにとっても動いてもらえる。だとこの間もお会いした時、なんかちょうど引っ越すからとかね、おっしゃってて。これもしてんの？うん。このワイドなズボン？うん。え、嘘でしょ？こんな可愛い服を。それなんかよく着てたな、お前なんか。え、俺超可愛くない？これ。これはすいません。俺だいぶ好きなんだけど、俺これ。すいません。捨てな。捨てな。マジで？いらないね。結構なんかそういう柄物というか、好きなの。そうだと思いますね。なんかちょっと品のある感じしません？しません。品のある、これとかもそうなんだけど、ちょっと英国紳士ですみたいなの好きなんですよ。あ、そうだね。はいはい。でもお前が英国紳士じゃないからな。え、これは？可愛くない？いや、いらないいらない。マジで？マジして。着る服なくなったぞ俺マジで。めっちゃあるじゃん、だってまだ。これもいらないかな。これもいらないな。アンブッシュなんてなんで持ってんだと思ったら俺だけ手伝った。そう。石井の辞書にアンブッシュはないもんな。絶対ないよ。何アンブッシュ？絶対ない。アンブッシュってない。それもいいやつ。いい。バーバリーさんの。バーバリーね。バーバリーじゃねえです。バーバリーさんの。いやこれ着てる公平ちょっとやだな。あ、それね、いただき物なんだけどね。そうっすよね。実際着てないのよ。じゃあもういいか。外で着れなくない？それ。うん、そう。俺っぽくなさすぎて。その感覚は生きてんだ。うん。なんか、ああそっちの人だってなっちゃうんです。うん、そうそう。なんか仮想通貨で儲かったみたいになっちゃう。え、なんでこれ超買いじゃん。あとね、公園はね、基本的にあんま半袖のシャツが似合わないから。え、これでもタンプレでもらったからちょっと取っといてくれ。でももう来年の誕生日来るじゃん。そういう問題じゃない。そういう問題じゃない。タンプレでもらってるやつだから。はい。あ、それはもうまさに不合格のもの。あ、このボーダーでポロシャツはダメ。うん、え、これダメよ。俺先輩にもらったやつだから。可愛いから。切るこれ。先輩ってまた新しくできる。いや、新しくできるから言うの。来年できる。そういうもんじゃないんだよ。先輩は。これあれどこだ。あれビニールどこだ。ビニール。この下とか。あ、ごめん。いやいや、それ一緒にするんだ。それはなんか嫌だろ。違うゴミのやつあんだ。一緒に入れといて。え、どうせ、わかんない。燃えるゴミじゃないの。燃えるゴミになるけど、なんか違うだろ、ちょっと。違う、入れといて。すごい捨てるじゃん。うん。目離した隙に。なんでなんでなんで？理由があるんだ。似合わないっていう。いや、かわいいかわいいかわいい。めちゃくちゃかわいい、それ。それはめっちゃかわいいよ。まだ残しますね。長すぎるよ、ね、ボルダリング猫じゃんこれ。ボルダリング猫捨てる。ボルダリング猫はもうなんかもう全うしたでしょ、うん、天寿全うしたよ、グラニフの、うん、まあ確かにその辺はそれ俺お母さんに買ってもらったんだよ、あれチップスの。え、大学生の時にあのアウトレット行ってずっとだから撮ってあるんだよ。シップスのアウトレットなんて見たことねえよ。シップスのアウトレットに行ってさ、お母さんまた来年、お母さんまた来年。新しいお母さんって、新しいお母さん、お父さんが再婚してるだけだろそれ。はい、ほら結構綺麗になってるよ。
マジこんななくなるの？すごいいいじゃん。すごいよ量。残した方だよ俺これでも。これいらねえもん。なんかそのアフリカとかに送ったいいやでも本当捨てるのもったいないぐらいある。これはジーンズの中があの暖かくなってるやつ。ユニクロのね。あの冬これ一着でもうめっちゃあったかいぜ。使わない使わない。濡れたまま捨てんだ、うん、かわいそうすぎる。なんか洗濯してこれから履かれると一番綺麗な状態で捨てられてんだから最高だよこれ全部いくん、うん、これもいらない本当は。どれ？これそれアンダーシャツね、野球の、うん、いらないね。すごいじゃん決断。ハンガーの1個決断めちゃくちゃ。ハンガーこんな余ってんのもう干すもん長すぎて。これでも普通の人からしたら服多い方だよ。そう？そうかもね。ねえ。だってその結構あるもんだって。だってカーディガンだけで4つぐらいあるでしょ。うん、でタートルネック2個でしょ。シャツ何枚あるのそれ？7枚ぐらいあるじゃん。まあまああるけど。でアウター何 ?1、2、3、4、5、6個でしょ。上のこれパーカーある。そんないらないからね。うん。でパーカーもでしょ。十分でしょ。あ待って緑だ。でみんなあなたにもらったやつだこれあなたのやつだこんないる？パーカーこんないらないんじゃない？1個ぐらい捨てないよ。えじゃあもうこれかわいいでしょ。だってこれいらないじゃん。これかわいいよ。これ相当かわいいからね。あれ俺のが邪魔してんのか。これスヌーピーをさ落書きしましたみたいなやつで後ろ見て捕まえてごらんってさキャッチミルキャンだよ。ほんと捕まっちゃうよお前お前捕まっちゃうよほんとに。これ着て一回街で遭遇したことあるんだよそのファンの人に。キャッチミー冬キャンって書いた服を着てましたって。あなたからもらったんでしょ。それでもまあ本人がね、いいって言ってくれてるんだったらまあ捨てな、変だから。これ戻して。これ何これ。あこれも。それもあなたよ。ね、いらないからな。これ冗談ね。あこれ冗談だ。冗談。ああ、俺も思い出。それもいらない？いらけないわけないだろ、これが。普段つけてない。普段つけるか、こんなもん。普段つけないのいいんじゃない？グラブだよ、これ7万ぐらいしたのが当時。当時ね。はい。そのお年玉で買ってさ、野球頑張るぞ、っつって。したら3年間で1試合しか出れなかった。何なんだよ、お前。そっち黒いやつ着たいよ、俺。いやいや、いいって。ここまで着てないってことは答えだ。違う、それじゃ、これ冬だからだよ。これから着るんだよ。いいの、いいの。またあげるから。またくれんならいいけど。またあげて、また捨てに来るから。そう。毎シーズン。その活動。ただ、俺が2回2度手まで捨ててるわけだ。その何え、いる、それ。ダメだこれ。この子ダメだ。おかしなモード入っちゃってる。これでいいと思う。うん、これでいいと思うわ。これで？これでいいと思う。めっちゃ綺麗になった。え、でこれもいらないやつだもんね。違うよ。いらないやつ。可愛いじゃんこのアウター。アウター多いってだから。うん。本当に多いよ。これとこれ残してよ。可愛いから。パチンパチンじゃなくて、可愛いって言ってんの俺が。捕まえるときの警察が取り押さえるときの言い方。よし。いや布がなくなったらそれは埃はなくなっちゃうよこの家から。いいね。うん、もうこれで、うん、いいんじゃない。チームなんかいらないいっぱいあるけどな。そうこの紙とかもねなんか使うんじゃないかなと思って取ってたんだよね。紙？これさなんか肉巻きドレスみたいなのできないかなとか言ってた。それはもうさすがに捨てていいじゃん。そうだってか明日も荷造りしないと。明日どこ行くの？明日ちょっと沖縄にね。ここで、はい、そう一緒に。すごいね。みんな連れてきますこの人。沖縄に行きます。ちょっと借ります。あ、全然。借ります。沖縄に行くことになりました。すごい、ね。昨日決まりました。今月北海道と沖縄行ってんだ。確かに。めずいね。肌がおかしいな。整うんじゃない？整わねえ。サウナみたいに。整わねえよ。一回暑いとか寒いとか。整うで多分俺。逆だろ普通。いや、いいよ俺だけ取るしか。
あのシャツを T シャツいらないけどな。ん？確かに T シャツの方だよ。まあ、こっちはね、タンプレでもらった。知ってる、その場に降りた。あ、そうだそう、いたじゃん、そうだ。誕生日会した時に。これいらない？可愛くない？ちょっと、かな。まあちょっとあんまり言いたくないけどね、これも、とあるとこからもらってるから。あ、そうなの。うん。着る人選ぶ。そうね、確かに。うん。石井じゃないかもな。うん。テステ君が着てたらおしゃれ。でもなんかでも俺もそういう顔すればいいんじゃないの？無理無理。うん。お前のやっぱその着せられてる感すごいもん服に。あ、そう？うん。外にあのシンプルな白シャツとあれ今干してるから乾かしてる。じゃあ捨てときます。捨てな、捨てんな勝手に。すごいな、すごいね。こんないらないかったんだね。7、8、9、10、11。もうでもさ、洗面台もまだめちゃくちゃ服あるから。ありますね。え？なんなんそれ。それ持ってけん。よいしょ。まあ、これは俺でも分かる、いらないって。あとこれやっぱいらない。え？これ？うん。え？かわいいじゃん。かわいくないよ。作った人とか見んだよこれ。うわ、そんな毛ある。あ、これこれ。これいいわ、シンプル。あ、これダメだ、ダメだ。何？それダメだ。理由述べて。それはこの間買ったから。じゃあ捨てます。それダメだよ。友達のブログ。いやだ、それ。やだ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 。やだ、出てます。捨てんな。俺が1万くらいかけたやつ。じゃあ1万やるよ。まだやる。やるよとかじゃねえんだよ。違うんだ。これはダメ。まだいい。じゃあこうやってって溜まってってんだから。違う、一着だけじゃん、だって。一着だけだから。あ、これも、ベンデビス、ベンデビス、これ。ベンデビスなんで好きなんだよ、お前。これ絶対いらない？このチョコザップ。チョコザップのやつはいらねえな、それは。それは俺でも私、いらねえ。これ何これ何これ。見てから捨ててる？これアンダーアーマーじゃん、それ。ダメだ、アンダーアーマー高いんだから。やるやる。早いよ。これ何？これ何？これ本当何？これなんだよ。それは、なんかね、あれですね。なんだっけ？Tシャツの上に着る。ニットみたいな。あ、なんかその高校生役の時にやったなんかベストみたいなやつね。チョッキ、なんかなんていうのあるじゃん。チョッキって。チョッキっていうか、チョッキだね。またなんかやるかもしれないからね。高校生がやってきたみたいなね。いいとこの、私立の、進学校の高校生がやってきた時に着れる。え？なんか、なんだっけな。あの、だろ意識高すぎくん。髪切りの助でやった時かぐついたままじゃん。そうそうそう、うん、もうこの間もらったんじゃないの。これでもいかないよね。いらなくないでしょこれ。すごいいいじゃんみんな。こっちは本当に捨てるよ。あ、これもまあそれはいらないね。これなんだよ、うん、これもいらない。あ、これいらない、うん、捨てざるを。 C 神戸って書いてある。 C、 そう、神戸神戸いや、単純に C 神戸これどうだろう。それはもう置いとこうよ。まあまあね、そんなかさばるもんじゃないし。でもこれ置いとくんだったらもっと置いとくものあったくない。ね、そんなこと言えんの。じゃあそういうもん捨ててきたってことでしょ。でもだからもう その子も捨てようよ。これね、じゃあ。うん。これだけちょっと、これだけ助け出して。いやいや、ねえ。これだけ本当ね、これだけこの間買ったんだもん。意味わかんない。あれ、一週間ぐらいで捨ててんの。頭おかしい。服買って一週間で捨てるの頭おかしい。じゃあまあ来月。来月っていうかその、ね、今シーズンで考えよう。どんだけ来たかとか。ていうかさ、もうさ、こういう服買うのやめて。うん、なんで。もう服買うのやめて。これもだからその友達のねブランドだから、そう、ここだけでしか買ってない。これとこれとこれ。うん。これだけちょっとしとか。これまだ濡れてんじゃないか。ガラッガラじゃん。濡れてんじゃない。これ濡れてない。これは洗濯しようと思ってたやつ。じゃあ先戻してダメ。すごいな。ちょっとこの量。オッケー、まあ一旦これでオッケーか。オッケーなの？これ捨てて、まあこっち側また後日やろう。沖縄から帰ってきて。次の撮影までなかんな。そうですね。日曜まで。沖縄いつ？明日から。明日から。だから日曜の昼に帰ってきます。だからその夜までに。はい。あ、夜撮影なんだ。そう。いいね。俺の好きな時間帯のやつ。そう、夜撮影だから。それまでに。それまでにこっち側のね。え、ここってどうすか？俺ここ超気になる。超気になる。まあ動画で見てたらマジで気になるんだけど、うん、来たら超気になる。
なメンバーの言ってることはすごい分かる。本とかなんかね、ちゃんとどっかに入れたら。もうさ、この何赤本、赤本これもなんかもらったんですよ。誰がくれんだよ赤本なんてお前に。いじられてさ、ファンの時、ね、そう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 、ライブの時にファンの人か、そう、明治大学の赤本くれるって、まあ、ちょっとおふざけで多分やってくれたんですよ ね。もうさ、この分厚い順からとかってないの、あんまりその概念として君の中に。まあまあ、このパッと読んでこうまた上読んだら上にしてもね。あとその本ってこうじゃない、ジェンガみたいな、トランプこうだからね、そうはそうね、全然そう置けるスペースあるしね、うん、まあね、まあ、こっちはでも俺ホコリも通りましたからね、裏のハウスダストがあれって言うから。まあ、この辺とかね、あとまあね、そう、そこ気になる。そんなところにダメよ、書類類置いちゃう。うん、まあまあ、それはまた後ほど。何お前めんどくさくなってるの服でだいぶ母親みたいな扱いするんだろうな。まあまあまあ、分かった、やっとくかやるからやんなさい、いいやるから大丈夫、やってないから言ってるでしょ。分かった、言ってるでしょ。分かった、ありがとう、ありがとう、何回言ったら分かんないんだ、やりなさいじゃん、本当に強く言われてもやんなかった結果のこいつ疲れたね、何もしてねえだ。はい、ちょっといろいろありましたけども、ヒロと和樹とテセさんと4人でおしゃべりとかもして、一回ちょっと4人で出たんですけど、また僕戻ってきましたんで掃除の続きやりたいと思います。ちょっとこのクローゼットはね、だいぶ綺麗にしてもらいましたんで、まあもうちょっと細かいことはありますけど、この棚をちょっとやっていきますね。はい、いや、しかしようやくですね、みんなの前で喋れましたね。時系列としてどうなってるかちょっとわかんないから何とも言えないですけど、これはどうしようかな。とりあえず、全部これはあれしようか、洗面台に持ってこうかな。動画見てて気づいた人もいると思うんですけどね、実はこれね、ちょっと前から置いてあるこれね、奈々ちゃんの人形なんですよ。奈々ちゃんっていうのは僕がここに引っ越す前、実家に住んでた時に飼ってた犬の名前なんですけど、18歳までね、生きて、シェットランドシープドッグって犬種だったんですけど、でまあその人形をね、いただきまして、本当に素敵なプレゼントをいただきました。これはここに飾ってるわけですけど、
この辺ちょっと模様替えしようか。ねえ、適当にこの辺に置いてたんですけど、いろんなものを。こうしましょう。このカーテンも買おうかな。それがいい気がしますね。どう？いいんじゃない？ナナちゃんいてパイ飲みコーナーあって、別荘の写真あって、ビックリマンチョコあって、別荘のアクリルステッカーあって、ちょ近づけるか。こんなんどう？でまあここ本ちょっと、こっち僕の本なんですけど寄せました。おいいんじゃない、グッドだね。これでいこう。一旦仮これで。はい。じゃあ、結果いろいろやって散らかってるんで、ここが、この下ですね。
見てもらえればわかると思うんですけど。はい。こっちもやっていきましょうか。こっからもうスピーディーに行こう。オン。よいしょ。文房具はどっかにまとめよう。さっきさ、服をさ、ヒロ着てさ、めっちゃ捨てたじゃんか。で、一応さ、見てなかったからどの服が捨てられてるかをさ、一応確認して、もう全部捨てたんですけど、したらね、一着ね、灰色のズボンからのポッケからね、1000円出てきた。暑かったね、これは。ご褒美やね。掃除し、頑張ってるボケのご褒美、これは。暑かったです、これは。でここにががっぽり開いたんで、ここにちょっとこれ入れようかな。意味わかんない量のティッシュ入れようかな。これ見て、これ全部ティッシュ。これ入れます。ここに一旦遺跡。でここがっぽり開くんで、ここが。
でいいね、これ。これもバイトしてた時のやつだから。結構大丈夫だね。あれどこいたっけ。この後もね、出なきゃいけないんで、ちょっと何時までできるかわかんないけど、行けるとこまで行きますわ。よし。文房具は文房具でまとめたいな。何やら重要そうなものだ。そし
たら、文房具は文房具でまとめよう。冬になったらね、活躍してくれる。てっせいさんが持ってきた、持ってきてくれた、フライデーだけど、捨てるか。もう見ないもんな、正直。うん、捨てよう。
れは大人の書類。
ょっとゴミ捨ててきます。
ちょっとあの、この、なんて言えばいいんだろう、これ、ライト？カズキの名前よ。だけど、壊れてるしさ、捨てていいかを聞こうと思って。電話したけど、出ませんでした。ちょっとまあ、置いとくか。で、この辺ちょっとやろう。ずっと使ってるさ、物入れなんだけどさ、10年前にもらったのよ、これ。Hope you have to the great new pages. Wishing you good health and happiness って書いてあるんだけど。これね、卵のケースに見えるじゃないですか。中開けたらね、キャンドルが入ってるっていうおしゃれなプレゼントだったんですよ。そこを今物入れにずっと使ってるんですけど、これに何入れようかなと思って。なんか今とりあえず雑多に入れてたんだけどさ、結構整理して文房具をあっちの棚にやることにして、じゃあこれ何にしようかなって思って。まあいいや、とりあえずこれはでも捨てる、あれじゃないか取っときますけど、なんか、こういうのいっぱい入れようかな、カードみたいな。ああ、これアサリちゃんですか。あ、まあいいや、まあ捨てるものは捨てて、取っとくかな、取っとくで。よいしょ。じゃあもう結構物はなくなってきましたよ、皆さん。もう終わりが近いです。こういう小物どうしようかな。物自体は言ったんだけど、どこに置くか全く決まんないな。とりあえずこれ全部洗面台に持ってきます。香水とかもらったやつほぼ使わないんだけどね、捨てた方がいいのかな、香水とかも。行って、捨てていいって、カズキが。これも捨てます。うちはね、燃えるゴミも燃えないゴミも全部まとめて持ってっていいっていうのがいいところなんで、とりあえずまとめて持ってっちゃおう。
ちょっとぼちぼち僕行かなきゃいけないんで、沖縄にね、一旦、ホコリだけ取って、ちょっと窓開けて、で、残りは、帰ってきてやりたいと思います。結構物なくせたんで、あとは、どこにしまうかだけ、なんで、はい。一旦、行こうかな。ちょっとまた、続きは後日。それでは、行ってきます、沖縄。はい。沖縄から帰ってまいりました。沖縄でですね、ダーマペンの跡もすべて削ぎ落としてですね、綺麗になって帰ってまいりました。ということで、ちょっとすいません。沖縄旅行の、荷物とかが増えてしまって、また汚れちゃったっていう。ちょっと今からもう一回掃除して、撮影もうちょっとあと3時間ぐらいあるんで、終わらせたいと思います。はい。じゃあ、掃除スタート。これ全部ね、沖縄の、荷物ですけど、これはもう全部、黙って洗濯と。これ洗濯。これはあれだ、雑巾するんだ。もう洗濯物を一回、中入れて、服がすげえなくなってる。ハンガーがすごい余ってる。断捨離したからそういえば。マジで10袋ぐらい、36リットルかな、あれ10袋ぐらい捨てたからな。おいしょ、おいしょ、おいしょ。もうこれはサブチャンネルだし、ただただ掃除垂れ流すんで、多分ほぼほぼ全部黙ってるとことかも多いけど、ノーカットでね、使いますんで、まあよくここまで見てる人はすごいねって話ですね。多分3時間近い動画になってるんじゃないかな、トータルで。でもあれね、上がってると思いますけど、ヒロが来たよってので、で沖縄に行ってね、もうツイートとか僕もしてるんで、ご存知の方も多いかと思いますけど、まあ、とんでもないことになりましたわ。マイファーストストーリー47都道府県本当にこう回る全国ツアーのファイナル47軒目、沖縄。そこでなんとそのヒロがこの間の話してた通り、有言実行で、僕をステージに上げるということがありました。まあ、どうだろうな。これも本編で喋ってんのかもしんないけど、喋んないかもしんないから一応話しとくと。まあ、いろんな流れがあったんだけど、まあ、別荘本当にヒロが好きでいてくれて、で、スタッフさんもすごい愛してくれてるのよ、別荘。マネージャーの方もそうだし、なんて言えばいいかな。マイファスチームみたいなのの、いるんですよ。社員さんのね。まあ、名前はいいか。その人とかも、めっちゃ好きで見てくれてて。で、まあ、僕も何度かご一緒させてもらって、まあ、ちょっとこう、仲良くなってるというか。で、その状態で、愛し君みたいな。って感じで、まあ、いたら、ヒロが本当、あれ、こういうメイクしな、みたいな、ことになり、あ、みたいな。メイクはね、演者がするもんですから。メイクさんもね、何度もご一緒してて、もう、なんか仲良くっていうか、まあ普通におしゃべりさせてもらえる間柄なんですけど、その人にね、こう、バーッとメイクされて、ああ、そうですかと。そしたら髪をバーッとセットされて、あれれれれれなんか言ってる間に、マイファスの皆さんがね、リハやってますと。そしたら、スタッフの方が来て、石井くんとヒロが呼んでますよと。えっつって、舞台上上がって、何する気って言ったら、音響のスタッフさん来て、耳にギュッて、なんかイヤホン両方にギュッてはめられて、って言ってたら、カウント4から行きますんで、キットさんドラムの。えって言ったら、カッカッカッって、で、I'm a mess を俺が歌うっていう。リハとはいえ、これから2000人ぐらい、1200人ぐらいか、入るキャパのところで、ヒロが反対側で顧客席からこうやって見て、マネージャーさんとかが見てる中で、そのもうだからもうプロのバンドマンを背に、ベースのノブさん、ギターのテルさん、キッドさんが演奏するとこで、俺がアイマーメスを歌ってヒロが聴いてるっていうやつやって、はいじゃあ OK ですってやって、はい本番お願いします、本番お願いします、俺はアイマーメスを歌うんかみたいな。
で、ヒロもあいついたずらっ子だからもう言わないの。ちょっとマジで教えてと。どうやって俺出す気か教えてっつって。で、そのもう47都道府県回ったファイナルでアイマーメスンって本人から絶対来たじゃん。そこで俺が歌ったらマジ炎上するぞっつって。頼むからやめてくれと。それだけは。ちゃんとしてくれと。真剣にやれよお前って言って。正常な判断をって言って、本番を迎え、どこでいるか全然教えてくんない。で、しかも、なんか、まあ、セットリストね、どういう風に曲歌っていくかっていうのが、まあ、結構その、音楽ファンの間ではね、どうやってやるんだろうな、今日のライブは、みたいな、一個の楽しみなわけですけど、今回はその、ツアーファイナルってこともあって、まあ、前半歌って、中MC やって、後半のセットリストマジで決めてないですって。ファンの、こう、アンケートというか、その場で何歌ってほしいですかって歌うみたいな、それもすごいじゃん。何歌ってほしいかって聞いて、それですぐその曲の伴奏しなきゃいけないし、歌わなきゃいけないって、すごいじゃん、もう。プロだからできることだけど。やるみたいなところの中 M で、まぁ、ちょっとそういう風にやろうと思ってますと。うん、まぁ、なんで、ちょっとこの場仕切ってほしいなと思って、友達呼んでいいですかって言ったら、ってファンの人、1200人が。ちょっと、仲良くしてほしいですか。で、このパターンって、今までさ、アーティストライブとかで、まぁ、あるはあるじゃない、正直。で、このパターンって一緒に曲出してる人とか、なんかアーティストのね、すごい大物の人とかが来る時のあれじゃん。だからもうみんなの興奮もすごい最高潮になって、みたいな。で、誰だみたいな。ちょっと声とかも聞こえてくるんだよ。誰だなんじゃないかみたいな。まあ、中にはね、そのオーラルシガレットの人なんじゃないかとか、まあ、ユーリが出てくるのかとか、なんかそんな声の中、じゃあお願いしますって言って。ヒロも意地悪だから。説明とかせんの、あいつ。って言って、バチバチにメイクと、スタイリストさんが決めた衣装を着て。で、俺もう、写真上がってるから見てほしいですけど、もう、コーンロー、ここ、練り込むやつ。それで僕がブワーって出てた瞬間のうわー、誰だ、ユリか、前、俺シガレットかってなった人がもう俺見た瞬間、シーンって。人生でももうないと思う、俺。あんなに期待に満ちた1200人の顔が、真顔になってるの俺は見ながら入ってて。あんなに人がいて、うわーなってんのに、しっかり本当にシーッと落として。でも出ていくしかないからもう。こうやって出てって。そっから、まあ15分20分ぐらいちょっと、それの動画も一応撮ってて、まあ、どう使うかちょっとわかんないから、別荘で上がるかわかんないけど、まあ動画自体はあるんですけど、そっから僕が、一人喋り、ほぼ。一人喋りして、皆さんの曲決めとかをこう、まあ、見守りつつみたいな時間ね。いやー、そのせいかわかんないけど、まあ、結果全部ライブもう大盛況で終わりましたとなった後、俺もう腸胃とか腸が痛くなっちゃってさ、普通に体調不良で久々にダウンした。その俺も感じてないけど、えぐいストレスがかかったかもしれない、その1200人を裏切った。それを、俺も別にあんま感じてないつもりだったけど、体側がもう限界だったかもしれん。とんでもない経験しました。ちょっとその動画をね、ちょっとどう上げようかなっていうのもありますけど。で、猫背さんっていう、僕はタカちゃんって呼ばせてもらってるんですけど、もう10個上ぐらいのね、先輩ですけど、年齢で言えば。もう、なんかちょっとまあ、ひょんなことから、意気投合して、カメラマンの方、ちょっと公平アーシャ撮ろうと、もう大人の大ふざけね、プロのバチバチのメイク、バチバチのヘアセット、バチバチの衣装で、プロのカメラマンが俺を撮ってんじゃん。ちょっとダメ公平、ニヤニヤすんな、真剣にやってとか言って、俺もなんかめっちゃかっこつけて。だからドルフィンキックキックのキックさんの評議会とかやってたけど、それがなんかちょっと現実になるみたいなとこもありつつみたいなね。すごかったですよ、本当に。しかもね、あれはもう一生忘れないな。もうだってこのまんま、マイファスとしては次はワンオクトの対バンで東京ドームだから、そこの前の最後のライブでゲストで、まあまさか俺なわけないから。あれはほんとヒロの意地悪でしたね。
ちょっと見えてんのかな、わかんないけど、ベッド裏にどうせ物とかいっぱい落ちてるだろうなと思って、今それ拾ってます。そうだそうだ、しかもまあ、そんないきさつもあってだけど、ね、スタッフの方もすごい好きでいてくれてるからさ、リハ中の音源とかさ、だからリハとかライブ裏映像みたいなのずっと俺を、ま、俺のマネージャーでもないのにルカスのって方がずっとついて撮ってくれてたので、そしたらもう当たり前だけどマイファスのさ音源入りまくりなのよ、リハやってるし、そのライブちょっと横から見てたりとかもするし、だからルカさんが、あ、ちょっと著作権下ろさないとっつって、これを境に僕らの別荘はマイファスの音源をちゃんと許諾を得て使えるような感じになるっていうね、結果的にだけど、だからこれ、マイファスの音源を俺らは使える YouTuber ですよ。実は。すごい経験したよ。よかった、働いてなくて。暇だから、沖縄もすぐ行ける。ちょっともう終わらせにかかろう。
もう、いい加減にして。掃除ばっかり。もうでも、正直、7割方は、沖縄に行く前に終わってるんで、あともう物片付けるだけですよ。これズボンね。これズボン。自分でタルタル、ヘイ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 。終わらねーね、これあれね、掃除が終わらないカトゥーンね。生きてるただそれだけで、掃除をしていこう。Take to come dash Take to come dash ね。ちゃんと僕らが君と走り出す列車、リアルのフェイスに隠すこのプレッシャー、写真には映らぬラブの拙者、 Take to love chain Take to love chain、 つくなしゅうてまつり肌に毛を取って発射するぜ。ドゥ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 、愛してる愛してる愛してる、ドゥ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 、終わらねえ。掃除が全然終わらねえよ。生きてるただそれだけで、君と走ってゆこう。冷えそうな傷で温めて、ちゃんとここで眠る本当の声、目に見えない美しさを抱いて、泣きそうな時は思い出して、ちゃんと俺がいるから、ずっとそばにいるから。ドゥ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 、スタッスタッタッタッタン。
変って変って変天使カンドラクレフェル Yeah On Yeah 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 正直だいぶ片付いてきた時間積み重ねてある今結局毎日毎日暇実際服なんてこんなんいらん Yeah暇すぎると人はラップすんだな。まあでも大体ね、正直大方片付いちゃってんだよな。ここはもう大事な書類だからちょっと今すぐできないからいじらないとしてってなればもう正直もうここに空気清浄機置きたいからこれでもうおしまいですな。はい、終わりやした。終わっちゃいやした。掃除が、あと床掃除、床掃除して終わり。フィックス QED。 よし、あと信じられないけど俺また明日から沖縄行くんだぜ。先週の木曜日金曜日土日と言って日曜日の朝帰ってきて俺掃除して別荘取ったら月曜の朝また沖縄行くんだぜ。信じらんねえだろ。みんなごめんな。
いいんじゃない？あとはここの掃除だけだろ。うんうんうん、いいのでは？オッケー。で、今何時だ？お、いいね。目標通り。よし。もしも君が一人なら迷わず飛んで行くさ。俺の行く末密かに暗示する人派に。
手のひらが熱いほど心は冷たいんでしょう。そんな残酷なこと言わないでよ。けど全人生をかけてもちょっと覆さしてよ。つけんだよ臆病な僕のこの一挙手一投足を。一言一句を言葉はまるで雪の結晶インプレゼントした。でも時間が経ってしまえばたいて記憶からこぼれ落ちて溶けていって消えてしまう。でも絶えず僕らのストーリーに添えられた印のように思いがした時、不意に目をやる時に君の胸を震わすもの探し続けたい。愛してるよりもありがとう遠くまで。オッケー、ちょっと見てくださいや、皆様、お集まりの皆様、最後までお付き合いいただきありがとうございました。さて本日ですね、こちらのお掃除させていただいたところ今から移してまいりますのでですね、綺麗だなって思った方はお気持ちでいいので拍手の方お願いいたします。どっち、これもいいや、貼れなくなった。よし、玄関から飛び出すべきか、私で飛び出したべきか、玄関から飛び出すべきか、私で飛び出したべきか。
はい。オッケー。ちょっと一回部屋を移しまーす。はい。見てください。あんなに汚かった机がすっきりとしています。まあ、これマグネットだけないんで今とりあえずこう言っていて、これゴミ袋なんで別にここにないものですから、本来こうなります。はい。で、これ板橋ハウスからもらった T シャツと。まあ、かけときたいんで、これから冬になりますけど、どっかハンガーでかけとこうかなと思ってます。はい。まあ、これ洗濯物なんで後でなくなります。ソファーです。はい、ここのスペース、すごくスッキリした上。机、これね、はい、こんな感じで、あの、この財布ね、今後言われたくないから言っておくんですけど、なんかビトンのね、しかもなんか逆に、この古いやつが今、いいみたいになってるらしいんですけど、これは残念ですけど、お母さんからお下がりでもらったやつなんで、はい、僕が買ったわけじゃないってことだけ、よろしく頼みます。はい、まあ、これ和樹がボケたやつだね、うん、ここに置いてありますけども。はい、こんな感じ。うん、ベッドももうスッキリ。このスペースも、はい、スッキリ。ここが一番綺麗、かわいい。ね、めっちゃかわいい。全部かわいい。インディアン、なんだっけこれ。インディアンモルックじゃなくて、インディアンバレンみたいなやつ。で、まあ、ベストワンのステッカーとか、T シャツとか、まあ、ヌナちゃんいて、シール貼ってて、ほらね、こう、ファミクッキリペースが、すごい。あとここ綺麗。ギター。で、まあ、これちょっと僕の、お金関係のやつなんで、ちょっと置いといて、うん。まあ、この人形もちょっとどうにかするんで、ちょっと置いといて。で、ここに、あいつが来ます。空気清浄機。で、まあ、キッチンもね、まあ、洗い物さえあれど、まあ、こんな感じで、拭いて、綺麗にしましたんで。グッド!よくできました!あ、洗濯場見せよ。洗濯場。はい。まあね、物は多いですけど、そういうもんですから。うん。そんなこと言ったらそうじゃないか。ここを綺麗にしたのが大きい。うん。まあ、風呂場は別に見せなくて。なんもないです、別に。はい。こんな感じ。これゴミ捨てるやつ、今から。こんな感じ。グッド!グッド!グッド!めっちゃよく頑張りました。はい。バイバイ!